待機。テストテスト、聞こえますでしょうか。それでは、時間になりましたので、クルセイダーキングス3の、ショーグネイトモッドのゲーム配信の方を、今週も始めていきたいと思います。ということで、画面の方が 前回の、マルチプレイの時の、毛利元就、92歳だったかな。92歳になっていますけれども、今回はね、武田信虎の方。前回、ちょうど2時間ほどプレイして、そこからの続きになりますので、進めさせていただきたいと思います。では早速、ロードから、スマホ信長じゃなくて、武田信虎の方こんに、ばんは。ポチッと。あ、こんばんは。歴史大好きさん、こんばんはです。実力さんもこんばんは。最近ちょっとマルチの機会が増えてきて、こんばんは。なんかそういうブームが来てるのかなって思ったりもします。あ、ファンさんこんばんは。さてさて、まず前回なんですけれども、こんな感じで武田信虎でプレイして、そうですね、まずはこん今ばん川は。義元の、こんばんは、こんばんは、見知った方々が、続々と、ユランさんこんばんは、続々と集まってきて、いよいよって感じですけれどもね。そうですね、まず前回は今川義元でプレイして、方針の武田信虎に、この岩田の領土を一伯爵領だけあげて、で、途中でキャラクターの切り替えをして、武田信虎からプレイをしていったという感じです。そうですね、そういう感じでした。で、今、武田信虎は63歳。ゲームの開始からすでに11年、10年ほど経過しました。武田信虎は今63歳ですけれども、まだまだ健康には余裕があります。まだまだ長生きできそうですね。そして、今一応、伯爵級の、領主なんですけれども、信虎が保有する官位の影響力もあって、だいぶ、今九伯爵領ですね、支配しているというところ。それで、今ですね、そうだそうだ、今上司、仕える主君の今川義元が、遠江と、駿河の国の、二侯爵領を持っている。で、肝心のですね、三河の国の侯爵領は、彼はまだ持っていない。つまりですね、なんとか主君に先駆けて、この三河の国の侯爵号を作れば、特に、内乱することもなく、一侯爵としてですね、独立することができるという、そういった状況にあります。なんで、ここはせっかくなんで、そうですね。せっかくなので、その方法で一応独立するところを目指していきましょうか。それか、そうですね。そうか、そうか。請求権持ってるのは駿河の国だけだから、結局、いや、だからそれでいいのかな。実質、義元は駿河の国しか治めてないしな。どうやって、で、義元から権限を奪おうかなっていうところではありますね。普通に、三河の国を、創設して、義元は駿河の国の侯爵号の、要求権で叩いてしまった方が早いか。それではやっていきましょうか。今川乗っ取りですか？そうですね、今川乗っ取りしてもいいんですけれども、三河の国で、三河の国の称号を作って独立してしまって、もう真正面から叩き潰してもいいような感じはしますね。わざわざ義元を配下に置く必要はないかな。
とりあえず今は、請求権の捏造を頑張ってしていきましょうってところですかね。文化の方が、だいぶ進んでますね。直葬の、革新性は済んでるんで、一度の戦争で複数の請求権は行使できるな。これだけ確認しておきましょう。じゃあ、時間を進めましょう。請求権の今、捏造待ちですね。獅子神中の虫。ゴリゴリに獅子神中の虫ですね、もう。ほうほうほう。さすがに、ノブトラも子供は作れないな。目付けが死んでしまったか。おお。まあ風魔小太郎やっとくか。贈り物したら52円だから、まあ贈り物しとくか。ちょっと怖いですけど、風魔小太郎を仕方ないから目付けにするか。それで贈り物でもしておくか。文献の創設は切っておこう。ちょっと宣戦布告のしすぎで威信が少なくなってますね。火縄銃が、ついに、これは北機内にまで来てますね。風魔小太郎の特性、殺、人、物。まあ殺人者ですからね。この前柿崎影家やられちゃいましたからね、風魔小太郎に。まあここは維新取るか。維新取ってちょっと限定的な王権だけ今のうちに上げておきたい。それで狩りぐらいやっとくか。バニラにもそうやけど、イカにも裏切りそうって人相悪い人物いるよね、わら。そうですね、いますね。この風魔小太郎は特にいかにもですよね。性格がまあ合理的な敵対者っていうとんでもない性格ですからね。確かこれって結構性格によって何でしょう、結構顔の表情が変わったりとか、あと有効度によって顔の表情が変わったりとかするらしいですね。ほうで、ああ無前の国ね。まあまあまあ、でほうほうほう、ついに更新文化が、人物の人相派性格特性の影響を受けます。そうですよね、顔の表情はそれで変わりますね。普段の王権の最適解ってどのくらいだと思いますか。王権の最適解はそうですね、まあ限定的な王権かな。いや高い王権ぐらいかな。絶対的な王権はさすがにきつい。まあまあまあ、そういう問題なんじゃないですか、もう性格は。そうですね、絶対的王権の直進評価マイナス30はさすがにでかすぎるんで、せいぜいマイナス10ぐらいじゃないですかね。まあ高い王権かな。あまりに王国が広がりすぎると、突然的持つと悪人の顔しますもんね。ああ、なんかそういうのあるみたいですね。
この春信は比較的凛々しい顔してるのも、まあ勇敢の特性があるからかな。さて、後期戦国時代が、後進文化で使えるようになりましたね。なのでここからは武田信玄も天下統一の大義名分を使って戦っていくはず。大体高い王権ですね。方針感染争派許したくない。ああ、まあそうですよね。方針感染争、そうですよ、方針感染争を許さないんだったら高い王権が一番いいか。絶対的な王権まで行ってしまうとさすがに方針の管理が辛い。高い王権最高。大体皆さんの何でしょう、考え方も一致してるみたいですね。おや、あ、三条の方が殺されてしまった。おいおいおい、村上武雄に。おや、ちょっと時間を止めますね。ほんでほんで、限定的な王権で進化が戦争しまくって慣習的領土めちゃくちゃになってるの見るとジンマシンでそうになります。わかりました。王権派どうしても長男以外を後継にしたい時ですかね。天才とか。確かにそうですね。いわゆる選挙王政以外の時は絶対的な王権の後継者指名を使うのが一番手っ取り早いですよね。ほんであれですね、あの三条の方が村上武吉なんで武吉こんな子来てるんだ。まあまあまあいいですね。なぜか武吉に捕まってで殺された三条の方は、絶対的な王権を士族生態で使うと本当に全員からの評価マイナス100になります。諏訪姫と結婚。そうですね、諏訪のご両人と結婚しましたね。なんとなんと、まあまあ側室、まあ確かに側室になるんでしょうけど、ただ今回の場合は、あ、そっか、側室からだから制裁に格上げになったのか。勝頼はまだちゃんといますね。まあこういう世界線もあんのかな。でそんなことよりもですよ、なんと今川家が、斎藤道三とやり合うと。でやり合うということで、やり合っちゃうのか。春信くん、わら。これはちょっとあれですね、めんどくさいですね。あ、で斎藤家はすでになんか朝倉と戦争してんのか。絶対的王権を使わなくても好きな子供を後継者にする方法があります。他の子供を全員拝借すればいいんです。まあちょっとでもそれするとさすがに名誉ポイントが誰ですね。あの斎藤道三が朝倉氏に天下統一の大義名分で攻め込んだその隙を使って今川義元が斎藤道三に天下統一の大義名分を使って攻め込む玉突き事故が発生してますね。これがあるから天下統一の大義名分が今川が上洛のため始めた。その割にはなんかすごい、あ、で、あれかあれですね、この世界線では終わりの柴と今川義元はちょっと面倒ですかね。なるほどなるほど。作れるのかな。あー、いやどうだろう、まだ作れないと思いますね。東海王になるにはさすがに厳しい。だからこれはまあほっといてもまあいいんでしょうけど、ただ今川家が強化されるのは気に食わないな。なんとかこの斎藤戦争がなんでしょうね、長い戦争になってくれて互いに消耗し合ってるところで信虎が独立できたら一番おいしいですね。まあこれは剣でしょう、見るしかないですね、様子を。多分武田信玄がそろそろ大義、天下統一の大義名分を使って積極的に暴れ始める頃だと思うんで、ちょっとそれだけ注意したいですね。何分まあ能力はやっぱり向こうの方が上なんで。北条氏は強いな。ただまあ北条氏の南関東も
もうそろそろ天下統一の大義名分が使えるようになってくる。いよいよ関東に、何でしょう、戦国時代の終焉が到来しようとしてますね。もうとにかく早くあれだ、この辺りの、請求権の捏造が早く終わってくれないと。お、斎藤がおやり合ってますね。やり合っとる。動産自らご苦労なことですね。今川館か、結構頑丈になってるんですよね。お、来まして、曖昧な請求権をゲットしてのこれだ。カモにも作らないと。あと2年か。結構2年って時間かかりますね。もったいないな。まあ、あれだ。常備軍を整備するな。何かの手違いで日本に十字軍飛んでこないかな。いや、さすがに大丈夫じゃないですか、それは。十字軍はさすがに。まあ、常備軍でも整備しながら、のんびり待ちますか。もう2年。戦力的にあんまり差がないんで、この戦争は多分長引くと思うんですよね。長引いてくれればくれるだけこっちとしてはありがたい。最初期バージョン波十字軍が起きたりしました。こんばんは。こんばんは、ジェイアティさん。こんばんは。先日ありがとうございました。でもこのモッドのカトリック宗教指導者いないしな。そうですよね、なんかいないですもんね。でも最初の方は起きたりしたんですね。くんさん、それマジですか。そうだったのか。なんかこういう裏話が聞けるのはいいですね。信秀は相変わらず本願寺と戦争中か。みんな躍動してるな。内政が大体終わったな。確かショグナテでは大聖戦のシステム自体無効化されてましたか。初期バージョンではバニラの世界を内包していたのです。ほう、そんなことが。お金がかかるけど、ここはまあ港かな。 0.3 だったらでも回収できるのが何ヶ月も先だな。って言ってもお金使うとこないしな。兵数を上げた方がいいのかな。なんかそんな気もしてきたな。 0.7 だと1だから、それこそ120ヶ月だもんな。10年か。まあここはやっぱり兵隊を上げるか。んでも兵隊上げるのはかなり時間がかかってしまうんだな。まあ、蔵ぐらい建てとくか。ちょっと各地に蔵を建設しようか。であと1年ぐらいだから、そうですね、蔵。戦争中の収支のマイナスを軽減するという意味では、すぐに畑とか作る意味もありますよね。ああ、なるほど。確かに収支バランスを改善するためにはですよね。お、信光。まあ確かに赤字にならないためにも作っておくって意味でもあるのか。
てさて、ちょっと暇だな。アマゴ、大内と。お、ちなみに毛利はなかなかの勢力。で、大友、菊池、ヒューガの国は分裂状態で始末と。まあ、シナリオが川越野戦シナリオなんで、意外と在地の権力がまだ残ってる感じですね。健康イベントとかってありましたっけ？あら、あ、いかんな、なんか包囲されてるな、勝手に。どうしよう、これ勝手にあれですね、自分の領地荒らされるとめんどくさいですね。どうしようかな。でもわざわざ戦って追い返すってほどでも。まだありません。吉本来てくれないかな。せっかくこの辺頑張って内政してんのに。お、せん、おお、お金がもらえるやつだ。まあ、ありがたく受け取るか。うげ。ちなみに追加予定って。宮廷の陰謀か。おお、これはこれは。これはどうしたもんかな。風魔小太郎ちょっと怖いんですよね。意外と嫌われてるな。これはちょっと風魔小太郎危ないですね。風魔小太郎危ないから、もうちょっと信頼のおけるやつにして、そう、息子がいいな。息子にして、ちょっと頑張ってもらうしかないですね。国の戦国モッド、ミハ、次第です。そのうち追加されるそうですよ。ああ、自分の領土が燃やされていく。そうですよね、クルセイダーキングス2の、やっぱりその戦国モッドの方の住み具合が、結構大事になってきますもんね。おお。こうしとくか。ひたすら内政じゃ。クラクラ。おお、あっち行ってくれたか。グルジアで遊んでビザチンに服従してると、十字軍が起こればイスラムに荒らされ、チンギス爆誕したらモンゴルに荒らされ、独立戦争起これば仲間内からも荒らされって、後輩プレイおすすめしますよ、わら。ほうほうほう、グルジア、グルジアプレイですね。グルジアのあたりも確かにやってみると結構面白そうな感じしますもんね。ビザンチウムか。ちょうどあのあたり係争地なんで、係争地でやるっていうのも確かにこの手のゲームだと面白いですよね。ビザンツプレイは一度しっかりとやってみたいっていうところもある。ん？あ、これはあれか。ほう、ほうほうほう。あ、これはラッキーだな。ここへの大義名分を得ましたね。ホラント港で遊んでた時思い出しました。請求戦争で荒らされ、フランスに荒らされ、フランドルに荒らされ、デンマークに荒らされ、独立戦争に荒らされ、占領ディシジョンがあるアルメニアもおすすめですぞ。あー、大アルメニアですよね。大アルメニア、ホラントも確かに。大アルメニア帝国の決断ですか。ホラントも確かに係争地ですもんね。ホラント港、
オランダ文化っていう、なんでしょうね、ドイツとも言い難い、なんとも言い難い文化ですもんね。十字軍国家もウトラメール帝国建国派一回ありました。ほほほう。ん、カメちゃんを遠くできる。いや、別にいいか。おもしゃおもしゃ。請求権得てもな。大国の中間地域発掘の醍醐味ですな。大国間の、そうですね、中小国でプレイするっていうのはね、大国でプレイするとどうしてもなんかあっさりしちゃいますからね。書状は送りたくないな。あと3ヶ月か。うん。まあ3ヶ月ぐらいだったら待つか。お、で、結婚できるか。ああ、まあ結婚できるけどな。正直結婚したところでって感じですね。結婚したところで、か。ほう、ほう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 。なんとなんと、信虎の命を狙ってきたのは慶喜ですか。ハザール尾鷲国で300年早い遊牧民の襲来プレート化してみたいですね。ハザールもそうですよね。ハザールもユダヤ系、ユダヤ国、そうですね、ユダヤ国教の遊牧民帝国っていうね。これだけでもなんかもうキャラが立ちまくりですもんね。それも確かに面白そう。よし、できましたね。できましたということで、宣戦布告だな、これは。父親のために祖父の命を狙う孝行息子、慶喜。摂そういう見津森さ方ん、もこんばんは。できるのかな。あ、花野辺さん、こんばんは。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。クルセイダーキングスやってます。なんか毎週、この時間帯はクルセイダーキングスを、コツコツやってる気がする。やっぱ配も信しくは、はハザールで何か配して信イ楽スでラいいエルね。王国復活させるとかですかね。ハザールなんかからの、そうですよね、イスラエル エルサレム爆誕はちょっとやってみたいな、確かに。動画にしたらかなり早そうですもんね。おっとっと、いかんいかん。こっちか。確かにかなり気になるとこですよね。ほうほうほう。ほう。心中活戦争までやってんのか。いや、この前のクルセイダーキングス3のマルチはありがとうございました。ちょうど そうですね。ちょうどこの辺りですもんね。ののぺんさんがされてたの。ちょうどこのミカの辺りですからね。まあ、ただまあ、なんでしょう。この世界線には、スマホもいませんし、1560、1560年か。まだまだ信秀元気ですね、この世界は。この世界の信秀は、史実よりも長生きです。一応信長は後継者になってる。まあ、相変わらずの能力ですけど、ちょっと育成失敗してますね、この信長は。あとロマンドで言えば867年スタートのスラブや帝国建国とかですかね。スラブ、そうですよね、スラブ。はようロヤル、こう後で契約の箱を第三神殿に安置したいぜ。
イヤーセッツ守るさんが助けてくれなかったら滅亡されてましたわら。まあすまん。ロイヤルコートの、そうですね、ロイヤルコートの何時お前の城は取っとこう。そうですよね、ロイヤルコートのあれ何でしたっけね。ロイヤルコートになると多分そういうあたりもだいぶなんだろう、宗教関係も整備されてくるだろうから、それ確かに楽しいですね。文化が強くなるんだったら、あのあたりのレパントのなんだろうな、十字軍国家のあたりも面白そうですね。アニセさんとかモックさん配信始めたから、クさん盛り上がってク3人口増えるといいですね。そうですね、人口が増えてくれるといいんですけどね。インペロよりは勝ってると信じたい。なんかインペロ好きな方に怒られそうですけど、インペロよりはいいと思いたい今日この頃。そうですね、ノドペンさんもそうですね。クさん、クさん、いや、なかなか、なんだろう。867年の東欧派ピャスト家を名門にするのが楽しかったな。なんだろうな、ノペンさん、確かにそうですよね。もう、この、なんでしょうね。あのスマホ太郎の題材で、なんでしょうね。わかります。あのスマホ太郎の題材で、この、ミカをプレイングするっていうのは結構、なんでしょうね。もう、なかなか根性はいることなんで。もうなんか被害担当を引き受けていただいたっていう感じがすごいするので、もう感謝しきれないですね。治水さんもおっしゃってましたけど、実質的にこうノロペンさんがスマホ軍をミカで引きつけてくれたから勝てたっていうのは間違いなくありますからね。なんというか、お金を送り続けた甲斐があったって感じしますね。お、さてさて、ちょうどこの辺りがゲットできましたね。それでだ、いけますね。いけないか、いや、いけるよな。あなたの主君の主要称号と比して同等以上の称号です。ほうほうほう。ほう。あ、これできないんだ。なんとなんと。あ、できなくなってるんか。これは、あれかな。クルセイダーキングス3のパッチの、なんだろう、普通にバニラ本体の内容変更かな。バラド派最近日本への注力の国家方針を取ってるようなので、もっと日本のバラドゲー界隈が盛り上がるといいな。そうですね。モーリセッツ守さんからいただいたお金が行かせてよかったです。ありがとうございました。いや、もうこちらこそありがとうございました。ちょっとでもね、そのクルセダキング3遊んでくれる方が増えてくれると本当に個人的に嬉しいので。やっぱり身内っていうか、まあそのなんでしょう、普段から仲良くさせていただいている方と一緒にやると面白いですからね、ゲームも。まさかクルセイダーキング3でマルチでワイワイする時代が来るとは思わなかった。さてさて、ああそうか、そういう公爵の作り方できなくなってるのか。鉄の守さん知らなかったんですか。知らなかった、知らなかった。結構なんだろう、この辺りの公爵号を勝手に作って独立されるっていうのが、なんかクルセイダーキングス2時代だとわりかしありな手段だったからか。へえ、できなくなってんのか。じゃあもう容赦ねえな。これはもう容赦ないですね。とりあえず今直轄領がオーバーしてるのがちょっと気持ち悪いので、地獄位の城を賜りましょう。これで直轄力が一つ増える。クさん、クさん、クさん。よいしょ。で、地獄位の城で。死神中の無視しますか。やりましょう、もう。やっちゃいましょう。これで、増えて、だ。
ちょっと時間を置いてと。で、ここを収めて。お金にはだいぶ余裕があるんで、傭兵も雇おうと思ったら雇える。雇えますね。どうしよう、もうちょっと兵数貯めてもいいかな。そうですね、ちょっと兵数が減ってるので、もうちょっとだけ回復させようか。それで駿河の今川義元に対して普通にこのなんだ、駿河の国に独立されるのは外の称号を征服するパターンですね。ノルマンディー公矢印ウィリアム征服王みたいな。なるほどなるほど、外の称号か、外の称号。それはつまりあれですかね、王国外のディシジョンってことかな。いや、王国のその範囲外の公爵号だったら普通に作れるってことなのかしら。おお、来ましたね、ひなわ銃。とうとうひなわ銃が普及。この場合破壊を攻め取れば独立できますね。あ、そうか、それもありだな。あ、なるほどなるほど、外、国外、国外のってことですね。なるほど、信玄行っちゃうか。戦争で終わった場合ですね。なるほどね、不勉強でした。いや、こういう知識を蓄えることができるのも配信してていいですね。ならやっちゃうか。ウルトラ派更新文化なのでまだ火縄銃が使えません。あ、そうか、使えないんだ。そうだったそうだった、くそー。進化がどう頑張っても主君と同等、もしくはそれ以上の称号派、いかなる場合でも作ること派できなくなりました。なるほどなるほど。どうしようかな、これは。武田信玄に正面から挑みかかるか、一旦今川義元でクッションを置くか。王国の請求権の一つでも持っていれば良いんですけど。今川、やあいかいの田舎者を、この鉄の筒何変わる？やろう。なんか義元実際にそんな感じ言ってそうですもんね。クソ、正規ヘルプスのくせに生意気な。ここはまあ、武田信玄攻めてもあれですけど、ちょっとここはワンクッション置きましょうか。今川義元から駿河の公爵奪っちゃってやっちまいますか。武田ぶっ殺してやる。なんかいきなり武田攻め取って、はい終了っていうのもちょっと味ないですからね。ここは一回今川家を縛いてからいきましょう。やっぱね、この何でしょうね、この義元どもではヘランスは渡っていけないですよということで。で、実際今川の方が戦力が弱いっていうところもあります。ここは戦力が弱い方から叩いていくのが、まあ定石ですよね。よしよし、じゃあちょっとセーブだけしてポチッと。で、大義名分は普通にあなたの請求権でいいか。これどうだろう、北条とか武田とか来るかな。派閥作りましょう。派閥、派閥か、派閥な、派閥作ってやってもいいけどな。確かに武田今川同盟組んでるけど大丈夫。これなんですけれども、一応ライバル関係で、この今川義元はライバルなんですよね。この北条氏康と武田信玄と互いにライバル関係であるんで、多分好感度足りないんじゃないかなっていう気がするんですよね。能力は互いに高いですけど、さすがにライバル補正のマイナス60の好感度は。異人霊で戦線行けます。
ああ、なるほど。一心霊でできるってことね。そうですね。やっちゃいますか。ワンチャン駆使してくれます。ああ、なるほど、なるほど。よし、じゃあ、そうですね。じゃあ、この、信虎を駿河国の、大将にするっていう派閥を形成しちゃいましょうか。ん？でもこれやっちゃうと国が割れちゃうんじゃないの？私ちょっと知らないですけど。それやると、確かにその何でしょうね。吉本は屈服した場合、駿河の国の称号は信虎のもとに渡りますけど、逆に彼には遠江の、遠江公爵の、称号が残ってるんで、結局彼は何でしょうね。私の臣下にならないんじゃないのかな。うん、それやると普通に今川義元はなんか遠江の、遠江の大名を今川義元で独立しちゃうんじゃないですかね。それだったらもう何でしょう、維新昇華して何でしょうね、この駿府と、あーでもどの道だったら義元が臣下になっちゃうのか。うーん、義元臣下にするんか。三河、遠江派今川に残りますね。まあ直轄派とんど信虎ですが。そうですよね。どうしようかしら。派閥でもいけるはずですが、ちょっとこれは有識者の間でも意見が分かれるところですね。派閥か、派閥でやるか、派閥でやると残るか、どっちがいいかな。いや、いけたっけ。なかなかこれは難しいところだな。こういう、なんだろう、こういうところが、派閥だと請求権複数行使は無理ですね。なるほど。まあまあまあ、どの道、あれですね、どの道、どの道、まあ請求権は駿河の国の請求権しか持ってないんで、まあ請求権が同時行使できなくてもってところではあるんですよね。どこの請求権持ってるんでしたっけ。請求権持ってるのはですね、この駿河の国の公爵号しか持ってないですね、請求権は。なんだろう、こういうこういう、なんて言うんでしょうね、この請求権のどうしてこうしてああしてやったらこうなってっていうところが、ね、そうなんですよね。これなんだろう、それなら派閥の方がいいですね。なんでしょうね、こういう何言ってるんだかさっぱりっていうのが、戦布告にせよ破れますね。そうですよね、変わんないか。請求権持ってたらか。まあ、戦争でも派閥でも称号を得た後の結果自体は変わらない気がします。さようですね。あ、じゃあもう派閥しちゃいますか。そうですね、駿河の国内の他の伯爵派臣下になってくれるはずです。うん、まあならなら派閥しましょうかね。どっちにしろ派閥の方がまあ楽ですよね。そうですよね、こういう、なんだろう、このシステム的なロジックの組み立て方っていうところが、なんだろう、クルセイダーキングス、こう、なんだろうな、中級者というか、その中級者以上の、なんでしょうね、とこになってきますよね。
この辺りのその理論のこね方が、なんと本当パラドゲーマーっぽいな。その熟練の。この辺の挙動派どうしてもややこしいですね。めっちゃややこしいですね。もうなんだろう、すんごい頭ひねるっていう感じになります。もうパズルゲームですもんね、ここら辺ほとんど。まあ、こういうあたりの複雑さがより面白さをまあ深めているというふうに見るべきか、敷居を高くしていると見るべきか難しいところでありますね。先生、プレイ時間1000時間以下派中級者に入りますか？1000時間だったら私も届いてないんで、もう普通に、なんだろう、1000時間以下はまあどうなんだろうな、1000時間超えたらまあ上級者も上級者な感じしますけどね。 EU4 と比べると、おや、まだゲームが出てそんな経ってないんで、なかなか1000時間を超えてるとすごいって感じはする。あー、今側のもう要求突きつけていいんじゃないでしょうか。一応ちょっと待ったんですよね、あの自然に、その8ヶ月経つの待とうかなと思ったんですよ。あら、ズイウンインが死んじゃった。仕方ないんで、若くて優秀な嫁さんでも取るか。ほうほうほう、なかなかいいのが揃ってますね。正直、まあ、ノブトラはもう子供は産めないんで、ノブトラは子供はできることはないんで、まんべんなく能力高いやつ、ね。876時間だった。初心者、初心者。たまげたな。やってますね、だいぶ。やり込んでますね。私はまだまだだな、だったら。おきくさん。750時間の雑魚です。おきくさん言っとくか。あ、維新が減っちゃうのか。維新減るけどな。同室堂の待つのも楽しいで、吉本の慕われ具合を見れるし、わら。まあ確かにそうですね、吉本のそこら辺も分かりますからね。まあまあまあ、ここはのんびり待ちましょう。あと4ヶ月ですしね。よいしょ。うん、だいぶ優秀なお嫁さんを取ったんで、直轄服も増えた。おお、だいぶ増えた。うん、これだけの兵数があればかなり戦えるな。まあ国からやってる方なら経験値は蓄積されてるでしょうし。まあまあまあ。合算合算。早速夫婦のいさかいか。鶴山宇治本か。なお他の進化派一人しかいない模様。あ、そういえばそうでしたね。進化が一人しかいないんだった。うん、進化が富士信忠しかいないんだ、この世界で。この今川領国はとんでもないです、あれですね。すんごい少数制な感じになってるな。おお、すごいすごい。うわ、なんかどんどん死んでいくな。ちょっとあれだな。祝宴を促すってストレスを減らさないと。前祝いだ。こっから起こる戦いの前祝い。誰のせいだろうな。おお、なんだなんだ。おお、なんかすごいこと起きてるな。どうぞどうぞ。これが三等政治ちゃんですか。
だとしても、だとしても、四肢片方神経のの虫頭でが。かくなりすぎて寄生先とほぼ同じ大きさになってますね。三等政治、今川。とんでもないことになってるね。確かに国の大きさで見ると本当に変わんない感じになってるな。あ、じゃあもうこれ、いきましょうか。もう 200% になってるもんね。要求つけてよ。最後通知遅れますもんね。要求の強制落ち。さあどうなる。えい。ちなみにメンバーの追加はできませんでした。うん、吉本やっぱり仲間というか、その主君からはものすごい好かれてますね。まあ当然っちゃ当然か。おや、戦争だ。これは戦争ですね。私の爵位を欲する。あなたの主張は子供のおとぎ話ぐらい非現実的だ。どれだけ多くの愚かなものを集めて計画を実行したとしても、私はそのような下劣な連中には決して屈さぬ。私の生まれながらの権利がこんな卑しいものの手に落ちるのを見るくらいなら死んだ方がマシだ。先に敵の首都横に軍を。お、ちょっと忘れてた。よろしいならば戦争だ。間に合わなかった。間に合わなかった。間に合わなかったけど、今川軍今どこいるんだ。今川義元は本津か。わ、こんなとこいんのか。あー、遠いな。遠いけど、これだったら全領土併合するのが先かもしれない。よしよし、じゃあ兵隊呼んで戦いだ。わ、6000人いますね。あ、すごいなこれ。あれ、あの、なんでしょう、独立したので、今まで今川義元に治めていた兵隊が手元に帰ってきたんですけどね。あー、ん、なんだ。おー、これ合ってるか。わ、こんなに兵数だったのか。へえ。今出兵中でしたね。出兵中ですね。で、慌てて国衆を雇ってますけど、お金も言わせてね。傭兵でブースとしてもこんなもんか。今川の兵の大半派信虎の上納だったのか、わら。あー、すごいですね。傭兵を1600人雇っても、だ。雇っても、せいぜいそれぐらいしかいない。思った以上に信虎のパワーがすごかったですね。これは驚きだ。お、でもこっちに帰ってきましたね、さすがに。ほうほうほう、松平が襲われてる。4ヶ月か。こっちは43日。そうですね、ここはまずここを落としてから、この松平の3000を叩きに行くか。1000ぐらい当てとかないとな。何のために戦争してるのかって感じになるし。よし。おお、がっつりがっつり。がっつりがっつりですね、これは。お金がだいぶ手に入った。今川館を焼くとお金がジャリジャリ入ってくるぜ。さすが東海一の弓取屋さんは違いますね。ちょっと戦いに不安があるから、傭兵も雇うか。軍の集結地って右くりでそのまま帰れるんじゃなかったですっけ？お、そうだったっけ。まあまあまあ、じゃあ信濃の国衆ぐらい取っとくか。スッパーはさすがに高いんで。こんな強大な伯爵派バニラでは見ないですね。本当ですよ。プレイヤーが意図的に、なんでしょうね、しないとなかなか見れない光景ですよね、こういうのは。おや、ほうほうほう、大久保忠義、忠和か。なんか忠和来てくれたぞ。で、息子には忠代さんとかもいる。あ、これいいね。雇う雇う。
まあ、60円もするのか。軍の集結地をしてそのまま領土右くりで。なるほどなるほど、こうやってこうか。おお、いいですね。ああ、なるほどなと、こうできるのか。ああ、これは便利だ。バミラじゃこんなに直轄できないですからね。確かにそれは言える。なかなかバニラじゃ見れない様子ですね。さてさて、今川義元とぶつかりますよ。さあ、増田屋の戦い。う、相手の常備軍がなかなか強いな。ただこちらは負けてないぞ。よし、勝った。なかなか相手は盛況ですね。で、だいぶ捕らえたな。キルレシオは兵数の割にはあんまり伸びなかったですね。鉄砲はまだ持っていないようですね。よかったです、よかったです。鉄砲強いですからね。そしてだ、来ましたね、鉄砲。とうとう火縄銃がこの後進の硬い中にもやってきましたよ。そしてこの戦いが終わったら資金にも余裕がありますし、軍拡ですかね。そうですね、入れたいですね、火縄銃。そしてだ、お、村上攻め。とうとう信玄が村上攻めを始めましたね。ちなみに村上氏は四伯爵領の2800人。村上もなかなか強大。兵がないと追撃戦派やっぱりあんまり殺せませんね。そうですね、ただこのショーグネートの世界は景気兵がないんで。こんばんは、関東にも来た。ついに鉄砲伝来しましたね。関東にも鉄砲が続々と、鉄砲が始まっていく。あ、タケさんこんばんは。そうですね、いよいよ東国に鉄砲の波が。これはもうこのビッグウェーブに乗り遅れるわけにはいかないですね。ただちょっと常備軍連隊がパンパンだな。もうちょっと常備軍に隙ができたら。おや、おやおやおや、慶喜が死んだ。私の命を狙おうとしてきた慶喜が、よりにもよって春日虎綱の手によって公爵になったら枠が増えるのでは。ああ、そうですね、多分増えますね。乗るしかないですね、このビッグウェーブに。このビッグウェーブに。で、高坂壇上が武田慶喜を戦いで討ち取ってしまった。なんてことだ。そうかそうか、この高坂、この世界の高坂壇上は普通に村上義清に仕えてるのか。ひえー、戦士ですね。なんだろう、慶喜は絶対長生きできないっていう、そういう運命にあるんでしょうかね。史実を彷彿とさせるドロドロ。これ暗殺とかじゃないですよね。ってことはだ、信玄、信近、信近、なるほど。史実だと影が薄かった信近が家督相続に。いや、ここは勝頼を家督に継がせてあげようよと思ったんですけど、おお、なんだこの勝頼、この勝頼はしょっぱすぎるぞ。こんな、これ完全に教育失敗してますね。いやー、勝頼の教育は失敗してるし、なんか変なのが、信近、次男の信近が家督を継ぐ。いや、これは武田家なかなか恐ろしいことになってますよ。あ、しかも戦争で負けたんだ。
へえ。あ、結構兵力差あったんですけど、多分拠地点はス形ワで。ノ湖じゃ。あれですね。武田家4000、村上家3000の戦いだったんで、まあ、信玄もいるし、武田家が勝つかなと思いましたけど、これ普通に村上家が地形効果もあってか、戦闘で勝ちましたね。いや、地形という無能か、勝より地形もそうだし、足軽しとかかも梅常備毒食っ軍ても。るわら。ああ、勝っちゃったんだ。いや、もしかしたら兵力を分散させちゃったのかな。そうですね。そうか、兵力をちょっと分けちゃったのか。ヘルペスわらわら。よく見ると、この武田信玄、叫び立ってますね。叫びたりでろくな戦略練らずに、村上戦義下手清なに信玄わら。また負けようとしてるのか。砥石崩れの変何回も起こしてますね、これ。いや、これはやっぱりあれですよ。この武田信玄、この武田信玄にはちょっと武田の命運は託せないですね。やはりここは、この信虎の、そしてこの、米橋なのの竹勝、村上義清。そうですね、この信繁君こそが。そうだな。ここで、はちゃんとこっちが保護してあげないといけませんね。そうです砥よ。石崩れ。砥石崩れ、再びですよね、これも。そうだな。私のプランとしてはですね、武田信玄を下したら、信繁に後を継がせたい。廃嫡してね、信玄を。だ信虎、から、そうだな。だから信濃じゃなくて関東か駿河狙ってたんだよ、この愚息め。不肖の息子よ。武将の息子ですね。これは任せてられないな。よしよし。順調に落としていってますね。やはり武田信玄は敗着すべし。で、そのためにですね、布石を私は打ちました。この信繁君にですね、天皇家の、やっぱり跡継ぎ派の武士げよ。そうですそうですよ、この跡継ぎ候補にちゃんとこの天皇家のですね、やんごとない、なんて読むんだろう、この女性をですねつけましたから、もうこれは威信的にもこの信繁が後継者であることは間違いないですよ。血統的に問題なし。孫娘戦士がここできたか。道さんが愛知の黒人貞秀に勝利。これはあんまり関係ないかな。いやいや、乱世乱世。叫びたりの皇族か。ですね、叫びたりの。摂関政治をしなければ。おお、摂関関白になっちゃいますか、信虎が。ん？なんだ？ちょっと待て、ちょっと待て。お前らどっから来た？なんで島津高久はこんなとこいるんだ？つまり、信繁の皇帝にして武田王朝の成立かな？もうね、なんて言うんでしょう。天皇家の外戚となったことで、信繁の血統が武田の本流ということでなんですけど、おお、なんでこんなとこに来てるんだ？なんか戦争が増えてるな。なるほど。島津が菊池にし攻めます？込んで、島津が菊池に攻しめます？込んで、菊池が、この今川義元親とに覚えのある丸十字。同盟を結んでしまて、す？で、なぜか島津がこの 菊池を攻めずに、しま海をす？はるばわるら。渡ってこっちまでやってきたのか。何やってんだ、お前ら。菊池と今川が同盟してるのか？いや、そうですね、同盟してますね。で、同盟してるのはいいんですけど、なんで目の前の菊池を撃たずに、こんなど反対のこっちを攻めてくるんだ。これだから薩摩人は何を考えてるかわからない。
一瞬親衛隊騎士団ヨーグル軍との旗に見えた私派との末期感じゃ。この丸十字どこ味方してんだよマロ、わらわら。とんでもないですね。これだから薩摩の野蛮人は。まあまあまあ、あれです。戦勝点マックスになりましたんで、まあ見なかったことにしよう。とんでもないな。とりあえず要求お金をだけもらってと、これでね、無事駿河国請求戦争できますね。ん？ほうほうほう。あ、見てくださいこれ。駿河国も獲得できますし、今川義元から安倍軍、鹿原、駿東、いや、安原かな、安原やったか、奪えますね。で、唯一の同僚の藤信忠だけが、生き残ると。あ、奪えるんだ。これありがたいな。ちゃんとその、なんでしょう、公爵に紐づいてますね。これありがたい。そういう解釈になるんだ。じゃあ17ヶ月の戦争もドーンと。さすらうもの今川義元、楽しかったぜお前との侍ごっこ、いや、主君関係。こうしてですね、今川義元は武田信信虎に土地を与えてしまったがばかりに国を追われる羽目になったのでした。最終的に踊ないなら奪えますな。あー、なるほどなるほど、いけたんだ今川義元。お前の敗因はあの時に信虎に土地をあげたことだ。まあせいぜい穏やかな余生を暮らすがいい。さてさて、なんかこれだけ見ると武田家が単純に増えた、2つに分裂したみたいな感じですね。おお、土地が増えた、土地が増えた。綺麗に武田になってる、わらわら。これも乱世の習いよ。乱世の一言で片付けていいのかしら。あ、じゃあ三河の国を作るか。ちょっと威信が足りないんで三河の国ポンと。で、隣国新獣たけしだ、とだとだで、キラキラ隣国を新獣させちゃえ。お前はなるか。あ、戦争中か。うん、まあこれが終わったらついてくるかな。うん、これで心中しますね。で、土地の方もだ。うん、これだけお金があるんだったら、簡易たまるかな。300円か。300円だったらたまるか。うん、2つぐらいたまってもいいけど。島津が太平洋を突っ切るのも乱世の習い。乱世の習いなのかな、それは。こうするか。直轄領管理。方針を増やすと。あ、直轄領管理してこれなのか。じゃあ、簡易もらおう、簡易。あ、遠江国も作れるのか。いや、遠江国はいらないな。なるべく直轄で持ってた方がいい。だから、聖護院の下をまず賜ってと。これで直轄領上限が一つ増えた。ちなみに、ルールで外交範囲を制限すると同盟が結べる範囲は短くなります。あー、そういえばそういうのありましたね。まあまあまあ、なんだろう、朝倉家も
確か安藤氏とこうなんだ日本海通じて文書のやり取りとかしてたりしてましたし、ね、信繁に領土あげる？そうですね、信繁に領土あげようかな、それもありだな。遠方の島派征服できなくなりますが、お好みでどうぞ。あ、信繁に領土あげるってのもいいですね。そうだな、どっか信繁にあげてもいいかも。いや、信繁にあげるのはさすがに武田倒してからにしましょうか。ちょっと官位をコンプリートしよう。だからもう一回、正上位、正5位の上、400円か。まあまあいいや。いいと。ほうほう。お、で、国士もいけんのか。まあまあまあ、いいか、今は。うん、国士もいけるけど、まあまあまあ、外交制限すると琉球征伐やカラフト征伐とかできなくなるのか。ああ、そうなりますね。そうなるのか。さてさて、官位が増えてだ、14分の14になって、で、あと火縄銃作らないと。常備軍が1個増えたので、常備軍連隊作成から、鉄砲足軽を作ると。お、鉄砲足軽強いですね。70で健康有用とはさすが。信虎の基礎の、健康の高さと、あと、祝宴のイベントでパワーアップですね。いやー、鉄砲足軽強い。42か、基本が。弓隊の2倍近い。これは強いですよ。幻よりじいさんルブに行きそう、この信虎。わら、さてさて、どうしようかしら。とりあえずあれですね、ちょっと駿府に拠点を移しますか。駿府に拠点を移して駿府城に入る。で、それで駿府の支配地をちょっと上げてと。で、そうですね、常備軍の、整備が終わったら武田信玄攻め込みますか。どうも村上攻めにだいぶ手間取ってるみたいです。うん、村上義清に武田信玄は連戦連敗。思った以上に苦戦してる。傭兵も雇われてるな。村上義清は別に長尾景虎に助けを求めてるわけでもなく、怠慢で負けてますからね。これはやっぱり信玄は武田の血を継ぐに値しないですよ。よしよし、じゃあ常備軍の整備ができ次第突っ込みましょうか。もう一回ぐらい取っとくか。うん、この精鋭鉄砲足軽、武田重臣大丈夫かな。400人でね、この精鋭鉄砲軍団で信玄をやっつけましょう。武田重臣軍団は生きてるかな。うん、雪綱もいるし、小生正影も元気ですね。おっと、道さんが死んだか。道さんが死んで義達ができたか。まあ、同盟交渉で同盟だけ結んでおくか。
一応これで斎藤家とは同盟関係。安心して武田征伐に行けますね。ほう、お、おーっと、信元が、でこれも心中と。文献派作ってんな。入れてやった途端にか。三河国派作りませんか。いや、一応三河作りましたよ。三河は作って、で三河国を作ったおかげで、この辺りの、征服しなかった黒人たちを、戦争なく重心に加えました。キラとかね、水野とか、あと大久保、戸田とかね、この辺りの三河国衆を仲間に加えました。ただ仲間に加えた途端、評議会よこせとうるさいと。弱ったな。これはもう維新はいいから内政の方に渡すか。ちょっと国内管理が面倒になってきましたね。遠江はまあ作らなくていいか。全部自分の直轄領だし。侍も雇いたかったな。まあいっか。おお、すごいすごい。兵数がどんどん伸びていく。やっぱり駿河の国力は段違いですね。確実に強くなっていくぞ。お金も入りもすごい。これはもっと常備軍増やせるな。宗教同じやから服従が楽でいいですね。スイスイいけますね。あー、でこの聖楼はどうしようかな。ちょっと古くなっちゃってるけど、まあ使うか。すげえすげえ、お金の入りがすごい。お金の入りがすごいですからね。46。別になんか金山を取ってるわけでもないのに、直轄領収入がすんごいことになってる。さすが駿河だ。いや、さすがにいかんよそれは。さすがの駿河。ちょっと倉立てとこ。おお、すごい、兵数がもう1万に迫ろうとしている。武将の数もなかなかの人数だ。うん、そろそろですね。そろそろ定数もマックスに。ゲーム開始してからちょうど20年ですね。さて、今回の7時から、放送を始めさせていただいたんですけれども、その時がゲーム開始から10年で、ちょうど今10年が経過した感じ。1565年の、今の日本です。長尾家は春影のもと、春影有能だな。名君春影のもと順調に勢力を拡大。関東は宇都宮氏が存在感を放っている。山内上杉家は未だ健在。北条氏康は相変わらずの能力の高さ。伊達、葛西、石川。足利幕府は、足利幕府が義治を中心に直轄領をちゃんと整備して、かなり強い勢力になってますね。義治、足利幕府は意外と盤石だ。天子大内は相変わらずに向かい、両、なんだろうな、双璧相打つって感じで。で、大内に島津と。
島津菊池戦争はですね、菊池が優勢ですかね。で、四国は河野が統一しようとしている。細川晴元はちょっと幕府に圧迫されてますね。これ羽生家の統領、うん、なんかすごい将軍が将軍してる世界になってる。珍しい。各地で天下統一の大義名分による戦争が勃発、頻発してる感じ、うん、ですね。じゃあ我々もそれに乗じましょうか。武田信玄はそうですね、村上義清と戦っていてかなりボロボロ。今こそ、背後を打つ時ですね。うん、国主の帰還まさにその時。吉高派やっぱ凍りついた悲しみのデバフなかったら有能やったんや。さっきまで細川の方が強かったのに。さてどうしようかな。天下統一かな。天下統一の大義名分使って一気に奪っちゃうか。そうですね。あなたの請求権だと、うん、多分山梨は信玄のままになっちゃうから、ここは天下統一の大義名分を使って堂々と、筒ヶ崎館に帰りましょう。長尾がもしかしたら宣戦してくるかもしれない。まあなんとかなるでしょう。よしでは武田信玄相手に天下統一の大義名分で攻めます。いよいよもって国主の帰還、タイトル回収。まさにですね、息子に追放されてから20年、ようやく帰ることができそうですね。宣戦布告、ウェイと。さあ始まった。一応同盟呼んどくか。佐竹義明は来てくれそうですね。あーでもなんか戦争やってんのか。まあまあ、あ、じゃあ呼ばなくていいか。義達はまだ好感度が足りないか。まあしょうがない、ここは怠慢で正々堂々とやっつけますか。だからまあここは素直に山梨から全土併合を狙いますかね。全軍召集。おお、1万近い軍勢が。いやー、この軍団も立派になったもんですね。さあいよいよ国境を越えて甲斐の国に帰ってきた。お、村上義清が逃げていくな。富士山登山する？しません、しません、登山はしません。おおお、なんか大笠原も便乗参戦してる。まだ信濃が全然統一されてないからな。ちょっと気分をあれにしましょうかね。ちゃんと信虎に。富士山登山してる、わらわら。そうだそうだ、富士山ここだった。富士山の裾の音ってね。お山だお山だ、見てるか。よし、八代占領。信玄は羽庭、矢庭だったかな。ここか、村上の本拠地か。ちょっと会いに行くには遠いですね。まあここは普通にここら辺を占領しまくるか。岩戸のあたりも落としとくか。いや、遠路はるばる帰ってきましたよ。長かった。長く苦しい戦いだった。
身一つでね、やはりの武田信虎はいろいろと、そのなんでしょうね、統治姿勢とか、なんか内政のところとか、外交の、なんだろうな、やり方とかっていろいろと批判されますけれども、やっぱりなんだかんだ戦争の強い昔ながらの戦国大名ですよね。こう一伯爵領から、身一つで。なんだろうな、戦国、一伯爵領から身一つでこう、遠江の国を制覇して、無事戦国大名に返り咲きましたね。あ、北陸にようやく鉄砲届いたのか。北陸は田舎だね。富士登山をする武田軍。富士山を越えて今川征伐というか、その今川義元を攻めるときは武田軍もやっぱ富士山の裾野を越えて南下したのかな。まあ今回は逆に富士山を上に登ってきたわけですから、全くもって真逆なわけですけど、芦屋の国市は延長しとこう。ほうほうほう、次々と武田の演者を捕らえていく、そしてお金に返っていく。いやー、晴信君が悪いですよ、これは。史実よろしくね。この1560年の時点でちゃんと信濃を統一していれば、まだ勝負になったかもしれないのに。この世界の武田信玄にはやはり軍才はなかった。やっぱこのね、スーパーノブトラおじいちゃんが武田家を率いていかないと、武田のお家は安泰にはなりませんよ。さてさて、お、このまま行くと本当に全土占領しちゃうな。すんげえ。すごいペースで土地を収めていく。やっぱりゲーム終盤の土地の、なんだろう、占領速度っていうのはもう想像を絶しますね。ほんとサクサク落ちていくや。お、ついに武田軍が来たか。来ましたね。信玄自らお越しですよ。信玄が3500の兵を率いて、これなんて読むんだろう。まあ、この北駒郡かなのところまでやってきました。いやー、とうとう親子対決ですよ、これは。ここはちゃんと、武将を信虎にしてあげて激突ですね。向こうは秋山虎重、小部正景、真田幸綱、武田勝頼、なかなかの面々。ちょっとでも物足りないかな。こっちは柴田勝家、松永久秀、大久保忠勝、風魔小太郎。なんかこっちの方がわけのわからないメンバーになってる。武田勝頼軍の方がなんか全然統一性がない、気持ち悪い編成になってますね。まあまあまあ、戦国時代だから、戦国時代ですからね、こういうのもありでしょう。じゃあ親子喧嘩、壮大な親子喧嘩の開始。さあ来た。兵数は3倍だがどうだろう。おお、わあ、まあそりゃそうだよね。鉄砲が効いてますよ。おお。勝ちました。
戦闘でも真正面から信玄を叩き潰しましたね。やはり勝敗を分けたのは鉄砲かしら。そうですね、長歩兵はむしろ殺された数の方が多い。鉄砲が、33人やられたのに対して、257人で、侍へ、そうですね、侍衆を鉄砲がことごとく打ち取ったのが多分おそらく今回の勝因でしょうかね。うん、やっぱり鉄砲は強い。んでんで、あ、勝頼が、なんか知らないけど勝頼が捕まってますね。おお、負傷して顔も見にくくなってしまったか。あー、かわいそうな勝頼。この世界の勝頼は本当にいいとこがないですね。じゃあこの土地だけ占領してと、それで特に、あ、でもまああれか、お金はもう一応勝頼はちょっと、あー、どうしようかな、まあ返すか。勝頼をお金に変えてと。それで諏訪と上伊那、せっかくだから全土占領するか。いや、もう終わっちゃうか。いやー、長かった長かった。これで戦争終わりですね。ん？コメント読み上げが、そういや、なんかコメント読み上げが入ってないな。あ、なんか切断されてる。おお、来た来た来た。すいませんね、ちょっとコメント読み上げ機能が切れてた。なんでだろう、ネットの配線が切れたかな。まあいいや。読み上げしんがりが死んでおられるぞ。おお、ちゃんと声が聞ける。あ、なんか通りで静かだと思った。全然気づかなかった。いや、なんかもう途中から誰も見てくれなくなったのかと思っちゃった。どうするかな。まあまあまあ、ここは普通にもう終わっちゃうか。では天下統一の大義名分も無事済んだということで、これでほうほうほう、東海地方侵攻で勝利ということでね。よっとせい。はい、動画の目標を無事達成ですね。動画というか配信の目標。配信からバンされたかと思って焦りました。ん、なんか途中でまた切れたな。よしよし、 OKOK。 いやー、武田信玄、やはりちょっとこの世界の信玄はダメですね。私たちがちゃんと導いてあげないと。ということで信玄はこれでさすらう人になりました。今川義元と仲良くさすらっててください。無弁なるかなと。おお、かなりの直轄だ。あとは敗着ですね。そうですね、敗着敗着。やった。待ってよ、どうしようかな。おめでとうございます。国外だと拝着できないからどうするか。私に考えがある。国外だと拝着できません。本当だ。じゃあ招いちゃいましょう。まあこのままね、武田一族を各地に分散させるっていうのもよろしくないので、ここは信玄を宮廷に招きましょう。幸いまだ信玄は私の方を、なんでしょうね、快く思ってくれてるみたいですから、宮廷に招くと。来てくれるのか、わら。今更考えると来てくれるのも変な話ですよね。どういう神経してんだ。まあまあまあいいや、来てくれる分にはありがたい。でしばらく時間を待つと、来たー。
一気に来ましたね。一回読んで拝着して放逐ですね。わかります、わらわら。愛にはもっと好戦的になってもらいたいところ。これですよ、これが見たかった。このね、武田信虎の家臣となってる武田信玄、まさかわしと仲直りを。このなんでしょうね。信玄が夢の中で、信虎が夢の中でおそらく幾度となく見た光景をこのクルセダーキングスで達成できてよかった。いやー、ありがたいありがたい。このシュールな画面を見たかったんですよね。そのためだけにある意味今回配信した感じはあった。まあ歴史好きとはそういうもの。本当にこの信玄はお父さん大好きっ子ですね。なんで追放したんだろう。まあちょっとおじいちゃんをぶっ殺そうとしたフラチナ慶喜は高坂壇上が成敗してくれましたし、まあ全ては丸く収まってちゃんちゃんといったところじゃないでしょうか。ほんなら配着配着ん配着できない。あ、そうか、いまだに武田王朝の支配地じゃないのか。そうだな、まずこの家系の後継者のところがおそらく次の月ぐらいには、誰だ貴様は。え、待って待って待って、時間を進めたら王朝の当主が変わりますかね。変わりました。王朝の当主は変わりましたけれども、なぜか暴走半島のマリア君が、マリアさんがなぜか、なんでだ、ちょっと待ってくれ、なんでこんな武田っちゃ武田だけどわけのわからないやつが。おかしいだろう。このね、ちゃんとこの武田の本願の甲斐も収めて1万近い兵隊を従えてる、わらわら、武田信虎がなんでこの武田家の本家の後継者になれないんだ。なに、ちょっと待ってくださいよ、これはおかしいだろう、どうも。信玄何かしたか、お前、悪いこと。 なぜだ、なぜこの聖護院の城という左京太夫という官位を持っていて1万近い兵隊を集めている信虎が武田家の王朝の当主になれないんだ。武田本家の家長派信玄、兵力ゼロ、つまり2番目のマリアツが総領に。なんとなんと、もう少し進めてみてはそうですね、もう少し。ちなみに相手の官位派、マリアの官位は兵力の計算が追いついてないかもかもしれないですね。官位かな。相手は無冠、無位無冠の次元人ですね。こんな馬の骨のとも知らんやつに。家長の暗い派男系長子相続なんで、信玄子供を全滅させないとダメかも。なんだって、信玄の子供全滅させないとって、こんなに信玄の子供いるのに。ひえ、なんてこった。ちょっとここはあれですわ。もうちょっと待ちましょう。もしかしたら本当に兵力の計算が追いついてないだけかもしれないし。なんだって。なんだって。知ってた。やはりこういう、なんだろう、歴史の改変は許されないのか。なぜだ、ヨハンシン。ヨハンシン、嘘だと言ってくれ。ちょっと、もうちょっと時間進め。ローンぶち込んで斬首ですかね。いやー、それはさすがにきつくないか。武田の家長派信玄ですか。分家作れます。それで新しい武田家の家長になれるかも。歴史、ダメです。
ひえ。歴史の絶対性を感じてしまった。後継ぎ派、あなた、になっていますよ。ん？分家だ。待って待って待って、後継ぎはあなた。本当だ、家長の後継ぎはあなたになってる。つまりですね、信玄がいなくなれば信虎が家長になれる。で、信虎は1万近い兵隊を持ってるので、即座に武田王朝自体の跡取りになれる。じゃあ信玄を殺せばいけますね。そうなんですか。いや、まあ、確かにそうなるな。信玄どうしても殺さないといけないのか。つまり切腹ですね。いや、個人的にはあれなんですよ。そんなこと。個人的にはあの信虎と。ちょっと待ってください。信玄がかわいそうですよ。マジで言ってるのか。信玄はやっぱり許されないのか、どう考えても。信虎と一緒に仲良く暮らすことはできないのか。待ってください。いや、私的にはあの信虎と信繁の前にひざまずく信玄みたいな感じでね、これから信玄も心を入れ替えてっていう。まあ、てくだし。あるいは王権を最大にして後継者を選ぶか。王権最大ルートか。その上で信玄の息子を全部拝着しないと信繁流にはならないですね。あなたは最近。それで絶対王権しかない。さすがにでも1578年ですよ。でもう一回あげたとしたら1590年になって、さすがに信虎の寿命は持たない。そうか、信玄の息子が城にぶち込んで殺してもその孫が請求権引き継ぐから、秀次一家惨殺プレイの再現になるんじゃ。わら、なんと120歳まで生きるしかない。マジですか。封建選挙制覇使えるかな。いけるんかな。体をサイボーグにして生き残れ、ステラリスみたいに。信虎さん非常だったかな。最年長者相続制にするとか。信玄をどうにかして新権制にできないか。今は長子相続制ですよね。最年長者相続制にして信玄を殺した後に信繁にするとかって難しいかな。信玄を封建選挙派主要称号のタイトルから設定できます。なんで新権制が。これはちょっとなんか予想だにしない。菩提寺にぶち込んでみますか。菩提寺か。いや、ダメだ。ですね、国家神道とか、神道はですね、キリスト教みたいな感じで取り消し可能じゃないんですよね。まさかのモッド制作者も意図していない。これはまあ、あの、なんだろう、真剣性のあれだと思う。これはちょっとあれだ、パラドゲーと私の知恵比べだな。確かに一つの手としてはですね、この分家の創設ありますね。分家の創設で新しい分家を作ってしまう。まあそうすれば確かに家の棟梁にはなれるか。新たな王国の創設をして落ち着きましょう。王国はまあ共和国ってこのモッドありましたっけ。共和国は一応堺とかは城にぶち込んで称号の権利手放すっての歯止めかな。ああ、称号の権利消すか。いや、でも、これ、あれじゃないですか。
仮に称号の権利消えたとしても長男である以上はって感じになってしまうか。で、確かにそうだな、信玄の子供全員滅さないと、全員廃嫡しないとってなってくるな。さすがにそれは名誉値が足りないぞ。ああ、じゃあどうあがいても信繁流にはなれないのか。年を与えて共和制にすれば継承から外れないかな。ああ、試してみますか。世界の歴代王朝にあった嘘の仲直りからの処刑しかないですね。嘘の仲直りの処刑か。一応ですね、例えばこの、滋賀県が、あら、延暦寺が、普通にあれか。延暦寺が普通に口利きが治めてるな。延暦寺が無理となると、やっぱ堺ですかね。この堺は恵合州なので、共和制ですね。じゃあ、一応2年で請求はできるな。本当に行くなら分家ですかね。まあ分家ですね。分家作って共和制でも普通に継承してきます。ああそうですか、共和制でも普通に継承してきますか。いやはや参った参った。これじゃあオチオチと、この共和制ですが都市ではなく城なのです。ああそうでしたね、このモッドでは特に。過激に行くなら属滅。そうだそうだ、このモッドでは問答無用で城塞なんだ。くう。属滅はさすがに手が足りんでしょう。どうなるんだ属滅。登録できるのか。非常はないですけど、恣意逆的だ。しかも堺の称号派正常に継承されない場合自動的に消滅します。あらら、とりあえず新たな王国を創設するしかないですね。神道の信条って何でしたっけ。神道の信条は内なる旅堺派慣習的用途ないんだった。信玄夫妻子捕らえたかきり礼。そうですね、一応信玄はですね、恣意逆的の性格を持ってるんで。信玄の暗殺派できますね。できますね、自分の声に暗殺計画。ちなみに暗殺は捕らえたかきれ。暗殺はさすがにできないぞ。ちょっと成功率は低い。まあ私の策略は低いっていうのもあるけど。修道院送り派多分できないですね。まあできても信玄派絶対了承しないでしょうが、進化にして暗殺しましょう。いや、進化にするんだったら自分の宮廷の手元に置いといた方がやりやすいと思う。どうしようかな。このまま普通に分家で、ただ分家でやっても結局信玄の息子たちがやってしまうのか。暗殺するなら進化にして暗殺しましょう。進化の方がいいんですかね。普通に宮廷内にいた方がやりやすそうな感じはするんですけど。新宗派を設立して菩提寺を任命できるようにするのじゃ。それ以外でどうにかするな、宮廷に置いときましょう。新宗派はね、さすがにコストが足りない。400しかないからね、新興点。どうすっかな。結局僕はどこに持ってきたいんだ。進化がいればスパイができますから。
新宗教博さ。まあでも設立して王朝の当主になれば神言を拝借するだけでいけますね。やっぱそれしかないかな。それかな、やっぱり。武将にして戦場で戦わせるとか。ふむふむ。ふむふむふむ。まあ一番のは JIT さんの文系設立して王朝の当主になって信玄を拝着かな。所領上げて拝着すればいいんじゃね。ほう、所領上げて。所領上げるのはなんか。とりあえず新たな王国を焼く。いやまあ王国は別に作らなくてもいいんじゃないですか。頑張れば東海王国できるな。一応東海王国は作れますね。信玄に一人だけ出して悲しい戦士かな。あ、まあまあ とりあえずあの東海王国だけ作るか。東海王国を作ってちょっと気を東海落ち着かせるか。ただ王国分家だと地図の文字が武田でなくなりますよ。あらら、それはちょっとやだな。東海の大大名、東海の大大名とりあえずなるか。武田王国が見たかった。なるほど、武田王国。まあ武田王国もね。分家作って名前変えればいいんだ。東海王国に法律の追加で封建選挙制つけられませんか。分家創設した後で加盟を武田に変えれば良いのです。なるほどね。分家でも加盟変えられるんだ。確かその発想はなかった。その発想はなかったですね。その発想はさすがになかった。そうするか。封建選挙。封建選挙か。それか、この最年長者相続制にして、こうなんでしょう、信玄をね、こう信玄をなんだろうか、まあ拝着だりなんなり、拝着じゃないか。昔ポメラニアで王国作った後に王国名をスラブ人の怒りにして強行領を焼き尽くしたの、はい、思い出。封建選挙派継承法ではなく、タイトルに法律の追加で行えます。資料称号からやで。これか、法律追加か。お、維新点が足りない。そうか、封建選挙制にするか。それかカトリックに改宗すれば投獄して誓いを立てさせることで継承から外すことができますぞ。カトリック改宗か。ただこの世界カトリック来てるかな。この世界はカトリック来てない。スカンディナブや選挙制にしましょう。カトリックってこれどうやって授与するんだろう。ノース文化に転向できれば借りだ、借りをしまくるんだ。封建選挙にして、そうだな、信義をか、それかも分家作っちゃうか。か、悩みどころですね、これは。諏訪の修道院に閉じ込められる信玄博さ。キリスト教はまあなれるのはあれなんですけど、これどうやってなったらいいんだろう。人物相当からキリスト教の人物探すのかな。宗教を神道以外にして、で、とりあえず本願寺を焼いて落ち着くんだ。ダメだ、キリスト教の人が一切いない。キリスト教の人がいないから、イベント発生だから、キリスト教の人がいないから、どうしてもちょっとなんだろう、この
キリスト教にアクセスすることはできない。これいつもだったらキリスト教の人を適当にクリックしてキリスト教の宗教アイコンを開いて回収するってするんですけど、でしかも土地も一切神道がいないから、あ、キリスト教の土地がないから、そうか、この世界はまだカトリックが宗教のところから宗派の表示を他宗教も表示でいけるのでは、こうか、宗教画面から他の信仰で回収できます。所領持ってなくさまよってるからややこしいだけで、どこか一個所領渡して自分の方針にしてしまえば普通に拝着できませんか。開始都市がキリスト教伝来だからですね。宗教のところからできますよ。え、できます。宗教の表示、アスキーアート、多数教、多宗教の表示、ん、これどうやってやるんですか。ちょっとやり方がいまいちわからないぞ。宗教画面から他の信仰で回収できます。拝着ができねえから今困ってんだろうが、他の信仰です。他の信仰、これか。これで神道の宗派のみじゃなくて上の他の宗派から、宗教画面の右上にある他の信仰を表示、拝着するためには王朝の当主である必要があります。他の信仰を表示、あ、いけるいける、本当だ、いけるわ。右上です。のわー、あー、なんじゃこりゃ。そのために王朝の当主になろうとしています。そのチェックを外して、なんだこれ、必要コスト 59,168? 頭おかしいんじゃないか。59,000、滅んだ宗教への回収でプラス500、異なる宗教グループでプラス 200%、 5倍2倍の回収コストやばすぎた、わら。5倍2倍の合計10倍だ。でしかも元のえげつない、えげつないけど、木曽この進行点わらわら、えげつないけど、木曽義康は木曽義康は回収に従ってくれるのか。お前いいやつすぎるな、なんちゅうこっちゃ。割引前で8600ですよ。ひえ、これはちょっと無理だな。だからどうしましょうかね。でも確かにカトリックがないとダメかわら。あれですね、キクリンさんのコメントにもあるように、適当にどこか一拍車来るやったら計算が元に戻るかな。これはバニラの設定ですね。私に一つ妙案がございます。どうぞ。ひえ、確かになんか土地を上げたら案外計算が元通りになったりするんかな。どうだろう。で確かに家系家長の跡継ぎがあなたになってるんですよね。だからとりあえず信玄さえなんとか死ねば、信玄修道院破壊避された、信玄押し込め修道院ルートはないですね。デバッグモードデックさんを起動してですね。いや、そういうのはさすがにちょっと、普通に素直に分家創設しましょうかね。分家創設するか、普通に。確かにそれが一番滑らかなような気がしてきたぞ。それか信玄をやっちゃうか。信玄を殺さずに信玄を拝着するという難問だとすると、やっぱ文家の創設からの名前変更が一番穏やかか。コンソールから変更点を連打してですね。さすがにそれやっちゃうとちょっと負けないような気がする。それかもう信玄を殺すか。信玄をやれば、信玄をやれば確かに王朝の当主は私になるはず。
ただこいつらが普通に孫とか作り出したら、ついでに金も連打してですね。目も当てられんな。維新もついでに。どうしようか。それか維新を稼いで選挙でも。選挙、でも選挙しても勝てますかね。誠武だけとか長武だけとか究極武だけ思考武だけにしよう。選挙、ちょっと一回選挙試してみます。そうだな、一回選挙試してみますか。維新はまあ、わらわら、維新はまあね、狩りに出かけたら貯めれるだろう。よいしょ。どうどうどう。分家名を申請だけだけとか、わら、選挙してダメなら分家を試しても、ね、なんで課長自動で変わらないの？って加盟にしましょう。ちょっとそこら辺のなんだろう、微妙なところがいかにもクルセイダーキングスだし、社交的、強欲、野心的。神聖武田帝国。ヴィクトリアキングスモッド。こう悩んでる間に次々と黒人を死ん、なんだろうな。心中させていく。なんかそれっぽい武田領にはなったな。それでは。じゃあちょっと。ルート1を試してみましょうか。ルート1の、方針選挙ルートで、法律を追加して、封建選挙制に切り替え。よしよし。それで、信玄じゃなくて信繁を選ぶと。コンソールルート派。コンソールルートはさすがにしませんよ。配下を信繁一人にしちゃえば選挙の信繁が勝つので派とかやったら信玄に投票しそうなのが信繁。なんか信繁っぽいですね、確かに。それはお、一応これで後継者は信繁になりましたね。おお、やったやった。とりあえずこれでなんだろう、信繁を後継者にするっていう目標の一つは達成かな。やりたかったことというか。信繁、やっぱ兄さんが一番。やっぱお兄ちゃんがナンバーワンになっちゃうのか。
ふむふむふむ。大だねんかな。ああダメだダメだ、やっぱり方針たちは武田信玄を支持してるぞ。まあそりゃそうだよな。おお、割れた割れた、割れてるけど大半のやつらはやっぱり信玄だ。ひえうーん、ならば東国だ。ならば投獄して、請求権を全部取り上げてしまう。本当ですか。でも 49% かな。粛清の時間だね。 49% だからこれはちょっとリセマラかな。処刑ちょっと、まあセーブだけして、ちょっとこれはもうあれだ、請求権を取り上げちゃおう。フック使って投獄。信虎らしくなってきた。お、捕まえた、やった、ゲッチュゲッチュで、ゲッチュして防制波マイナス100までないものと同じですよ。ゲッチュして請求権を放棄で、弱いフックもつけちゃう。請求権をなくしても後継者であることに変わりはないので、は、いや請求権がないとですね、だいぶ選挙は弱くなりますよ。信濃の国を作って黒人全部の武士家の配下にする手もあるけど。ああなるほどなるほど、それする、それしちゃいますか、それしちゃいますか。そうだな、それしよう。信繁、信繁、信繁に今ちょっと五伯爵領オーバーしてるんで土地をやろう。三河をやろう。ですね、信繁に、信濃の国と三河の国をあげる。これで、厄介な方針は全部信繁の手下になるはずだ。いや本当にもうここまで来るとクルセイダーキングスっていうよりももうなんかゲーム実験みたいな感じだ。よいしょ。G はそんな、適当なやつに。ダンジョンに飲み出せるか。パズルゲームですな。おお、すごい権力以上だ。この三河信濃ラインを全部信繁にくれてやったぞ。これで信繁が獅子心中の虫にしてくれたらな。よしよし、いいぞいいぞ、これで厄介な方針は全部、信繁に押し付けた。一国二制度ですね、これがまさに。これで選挙はどうあがいても勝ちだ。一国二制度。ん？何？ちょっと待て。なぜだ？なぜお前が戻ってくる？豚みたいなもんか。まさかお前。武田藩。てめえ。一体何のためにこんなに苦労して後継者にしたと思ってるんだ。お前は過ぎたる弟よ。なんということだ。お前どんだけ信玄が好きなんだ。だと。信玄大好きすぎるだろ、この親子。あれ？信繁、優しすぎるぞ。信繁、お前、投票の強制。くぅ。でも投票の強制。
投票の強制ってでも5年間しか使えないんですよね、これ。強すぎる。いやー、まあ、投票は強制するけれども。フックあるか。フックはあるんでいいですけどね、多分これ5年後またやっちまうぞ。なんちゅうこってや。5年の間にノブトラが死ねばいいんですよ。これまた難題だな。あと5年は行きますよ、このおじさん。もしかして兄ちゃんとケツ繋がってない？このノブシゲ。大好きすぎますね。自分派権力が好きでない？ひえー、できたる弟だな、本当に。さーてさて。弱ったなぁ。まさか信玄がここまでとは。信玄派この世界でも信玄だった。まさか信玄がここまでの男とは思わなかった。B 案で。そうですね、 B 案でいきますか。ここは分家作りましょう。諦めよう、これは時間も時間だし。ならばプラン B の分家創設派いかがか。そうですね、そうしましょうか。信重父上、それは筋目が違い申す。信重いいやつすぎるな。プラン B コンソール、とんでもないやつだ。ここまで来るとむしろすがすがしい。ひえー、全く。しかしやっぱ武田王朝の後継者は信玄のままなんだな。まあ信玄やるのもちょっとあれですしね。もう一回統合するか。いや、さすがにこれは無理だな。じゃあ分家作りましょうか。分家の創設、これでリセマラして処刑しましょう。できましたね、分家が。武田家は、お、武田家が断絶しちゃったんだ。なるほど、この場合だと武田家が断絶しちゃうんですね。武田いわゆる本家の方が。それはちょっと予想外だったな。家紋派変わってしまいますね。まあそこはしょうがないですね。ネオ武田家。ネオ武田派草。よし。あ、ネオ武田家になっちゃった。なんで課長自動で変わってくれないの？にしましょう。それだと武田家永遠になりませんか？なっちゃった、本当だ。よし、信重、お前がナンバーワンだ。いやー、まさか最後にこんな落とし穴があるとは思いもしませんでした。ちなみに武田本家は断絶してます。なんかすごい悪いことした気分。武田信重。で、ちなみにこれで天皇武田家とか。これで時間を置くとおそらく王朝を変更しましたね。
家紋派ほとんど変わってないですね。まあまあ同じ獅子型ではありますね。よしよし、これで、ネオタケだけ。ちゃんと無事、ネオタケだけが武田王朝のですね、当主になりましたね。王朝の当主ということで。拝借の時間だ。よしよし。じゃあ最後に信玄を拝借してと。100メートル先から薄目で見たら変わってませんね。ネオ武田信玄になってる、わら。本当だ。ネオ武田信玄になってる。ん？おやおやおや。ほうほうほう。お、そうですね。ちゃんとこれで、長子相続制で、ん？あ、長子相続制戻ってるかな。あー。あ、なんでだ？王国を新しく取っちゃった。いや、なんか長子相続制に戻ってますね。これは一体。分家創設したあの変換で、いわゆる国旗がこれに変わったあのショックで相続法もデフォルトの長子相続制に戻っちゃったのかな。あ、まあまあまあ、でも、これで、あれですね。無事に。書いてないですよ。あ、書いてないですか。あ、両国の相続法か、あくまで。選挙のやつとその相続法って別々ですよね。あ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。選挙派あくまでタイトル固有の相続法扱いなので、両国の相続法には影響ないのかと。ああ、そうでしたか。継承法派長子相続制で多いだけが選挙になってるだけでは。あ、そうですね、そうですね。じゃあ別にこれ、なんでしょう。選挙制やめて、普通の長子相続制に戻してもいいんじゃないですかね。まあ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 、別に、まあ戻さなくてもいいけど。王国の相続派変わらずですよ。なんか今回はいろいろと勉強になりましたね。なんだろう、クルセイダーキングスの、こういう細やかなルールのところとかが、有識者の方にいろいろと聞けてよかったです。いや、ちょっと長くなっちゃったな。神聖ローマ帝国とザクセン公爵とかの扱いですな。なるほど、なるほど。確かに競技の意味ではそうなるか。その例えの方が分かりやすいですね。これででもあれですね、信玄は拝着されて、いわゆる信玄ルートの、そういうですね、この継承は信玄ルートからの称号の継承は戦った。戻してもいいですね。まあまあまあ。まあ結局あとは、威信を貯めてっていう感じになっちゃうんで、そこはまあ戻さなくていいかな。なるほど、なるほど。ここでコロッと信繁死んだらはロス。運命ですね、これはもう運命だ。それで、武田信玄の息子たちも、もう何でしょう。称号の請求権が一切ない存在になってますからね。単なるモブですね。いやー、よかったよかった。信繁、今だ、死ぬんだ。やめなさいやめなさい、もう信繁はこれから長生きしてもらわないと。いやー、よかったよかった。まあなんとかちょっと目標は達成ですね。信玄をどうにかして暗殺して王朝の当主になって、でもそうしちゃうと、身をかけた後継者ほど狩猟事故を起こしたがる、別のゲームです。でもあれですよね、この今回は信玄が生きてたから、信玄を拝着することで一気にその息子たちの、継承資格を取り消せたんですけれども、これでもし信玄が死んでしまってたら、信玄の息子のこのですね、12人の息子たちか、この信玄の12人の息子たちで全員のこの、拝着をしなければならなかったと。
親が死ねば子供は無条件で拝着できる。まあだから親は生きている必要があったんですね、信玄は。人は変えられないんでしたっけ？あ、変えられますよ。変えれるはず。あ、できない。そうか、東海地方の、そうですね、東海地方の慣習的支配域、慣習的な首都が駿府なんで、あー帰れないな。まあまあいいや、まあ、できれば辻ヶ崎にしたかったけど、まあ辻ヶ崎はちゃんと領有したってことでしときましょうかね。そうですよね、信玄を生かしておかないと、信玄一人を拝着、あー東海王になっちゃったから慣習首都が、ちょっとなんか慣習首都が今川っぽくなっちゃいましたけど、そうだよね、一回首都変更しちゃいましたから、いろいろちょっとやっちゃいましたからね。まあまあまあいいや、まあ、次の信繁の代に変えたらいい。そうですね、この信玄を生かしておかないと、信玄を一人拝着するだけでこの嫡流の息子たちの相続権をもみ消すことはできなかったと。だから信玄は絶対生かしておかないといけなかったか。まあ名声値がどう考えても足りないですし、さすがに息子を全員投獄して、暗殺していくっていうのは時間的にも難しそうですからね。さてさて、じゃあネオ武田家がコンソールまあコンソール、本当にコンソールしないと難しいあれですよね。さてさて、ではこのネオ武田家を見ながらですね、長らくのご視聴ありがとうございました。すごい長くなっちゃったな。本当は9時に終わるつもりだったのに、ちょっと今回はなかなかですね、最後は頭をひねる要素があって、まあこれはこれでクルセイダーキングスの醍醐味と言ってもいいんじゃないでしょうか。コンソール、ね、ルールと法律等に頭を悩ませながら遊んでいくというのは。それでは、長らくのご視聴ありがとうございました。信虎も無事、会に帰国することができて、で、こうしてね、ネオ武田家の新しい始まり、門出となって、天下統一に邁進していくことでしょう。本当に何て言うんでしょう、助言のコメントありがとうございました。なんか今回はすごい勉強になりました。私もちょっとね、王朝のところとか、この辺りのルールのところはまだまだ不勉強でしたね。次の配信は、まあ次は、そうですね、また戦国をやろうかなって思ってます。源平合戦の、平の清盛の、お疲れ様でした。源平合戦の平家側でもやろうかなと思ってます。またやるときはね、Twitter に告知させていただきますんで、そのときはまたよろしくお願いします。それでは、長らくのご視聴ありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。